We're E-Radio 77.0 Lakeside FM station. Come on! High quality, high aspiration, high anxiety, and high voltage program. Radio Max. さあ、それではメールまだ紹介できてませんでしたので、はい、はい、では残りのメール頑張って紹介しましょう。わかりました。はい、こちら、ムーンリッチさんから。原田さん、先日放送を聞いてピンポイントでうがいできるようになりましたが、イソジンはどのタイミングで使用したらいいですか？イソジン、はい、イソジンなんかいりませんよ。もうナチュラルのウォッシュだけで大丈夫です。あ、お水だけで。そうそうそう、お水と、まあ、うちはぬるま湯ですけど。あ、うん、温水タイプなんですね、うん、温水でやっております。続いて、MV パン炊飯器さんですね、明日は久しぶりに仕事で使ってるトラックにワックスかけようと思いますということで、頑張ってくださいね、重労働ですけども。原達子さん、明日からいよいよオープン戦が始まりますね。もうそうなんや。そうや、巨人の新4番に太田選手の名前が挙げられています、うん、松井選手の背番号を与えられ入団投手が期待されてましたが、目立った勝手がありませんでした、うん、原田さん、太田選手をどう見ますか？そして4番は誰がいいと思いますか？阿部です。どう考えても阿部がいいと。4番は阿部。4番は阿部。太田君はだから、まあ今年は6番7番あたりでね、2割7、8分15、6本打ってくれたら、うん、ええかなと。足がかりとしてここからのね、頑張ってほしい。どこ守備？センター。センターもともとサードやってんで。なあ、それがもうなんかいろいろ点々とされてサードで、もうね、選手としてのタイプもちょっとな、変わってきてるしね。もともとホームランバッターやったね。そう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 。でも今4番打たしてもらってるから、紅白戦ではね、頑張ってほしいですね。はい、こちらのノーママさんからも、ファミレスの原田さん、下林さん、今年もベースボールラジオ期待してますと届いてます、ね、皆さんの声が多かったらやれるかもね。はい、復活したいです、うん、あの社内評価は非常に低いんで、うん、あ、そうだね。続いていきましょう。カサカサさん、レディオマックスのツイッターですが、画像が随分前のようなので、今日のマックス終わりにでもジャケット写真を撮ってみてはいかがですか。写真撮る日まで指定されてるやん。わっしょい225計算、小 6?、うん、小6の自分は3月に卒業を迎えるんですが、ちょうど金曜日に卒業式があるのです。あ、そう。その日は皆さんにお祝いをしてもらいたいっす、うん、ただ原田さんはご遠慮してもらいたいと思います。なんでですか？今週も頑張ってください。なんで小6にそんな嫌われなかったの？いや、小6に嫌われるって結構傷つくよ。ガチやもんな。しかもちょっと賢い小6やん、この文章。うん、いや、マジで傷ついたわ。なんでこんな言われ方せなあかんの？その鬱憤を水木に返しなさいよ。唇の剥いた皮をもんじゃ焼きに入れて食べさせてくれ。ランクインします。もうないの、みんな、はい、もうなくなりました、ラスト、小井上朝子さん、極悪同盟のブル中野さん、今日もフィルター通りませんでした。クラッシュギャルズの長与千草に言いつけますしと。女子プロレスラーね、中野くんがいつからかね、ブル中野になりました。あんな下半身でかないけどね。さあ、そして、今日は水木が誕生日直前ということで、まあ、番組の中で、はい、まあ、あの水木のね、あのぜひやりたいというですね、特別企画、はい、まあ、誕生日ならではということでコーナーとしてさせていただきましたけれども、それに対する感想来ております、うん、エベレストラン、水木ちゃんかわいそうってね。でしょ。ラジオネーム、諸水木さん、水木ちゃんごめんなさい、僕も見てます。え、うん、そらそら当然です。ミスター車間距離、はい、水木ちゃん誕生日おめでとう。ごめんね水木ちゃん、男はバカばっかりなのよ。結局そういうことや、うん、結局男はみんなそうやってことや。リスナーの方もね、はい、どっちか言ったら僕ら派ですから。最初言ってくれたはった、ね、エベレストさんの、うん、エベレストランさんのみずきちゃんかわいそうっていうのは、結局みずきはそういう風な感じでものが考えられへんっていうことで、みずきちゃんのことが、あ、かわいそうな人だった。違います。視野が、うわ、なんちゅうもん、視野が狭いなっていう。そう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 、うん、あ、こんな狭い視野しか持ってはらへんやっていう。対応力ないんだ。うん、順応性ないんだというので、そう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 、水木ちゃんのことかわいそう。私、女子の間やったら、うん、対応してる方ですよ。何を言うてんのお前、モロミーのさっきの返し聞いたやろ。オフエア中で、もう言われへんわそれは。言われへん、言われへん、とんでもないこと言ってたから。まあ確かに私にはちょっとあの対応力はないですね。早かったで、しかも返しも、そうや、返すも早かったよ。だから水木ちゃんかわいそうって言うたはんねん。そうやん、あ、 ありがとうって言うやん。それは絶対言わへん。
へん。それは絶対言わへん。まあでも、みずき23日23日に。22歳になります。いや、見てよ。22歳。ありがとうございます。たくさん人がこれ、みずきちゃんお祝いにし、これ来てくれたんじゃないの、幸せもんやな。ありがとうございます。幸せもんやで、お前。22なんまだ。22です。まあ、始まった時まだ18やったんで。ああ、そうか。ほんで、18早々に下林に泣かされたんか。あ、そうですね。ちょっと18歳の心ではまだちょっと浮き止めれなかった。でもどう思う？あれがあって、今があって、こうやって今があるからこんなに人がたくさん来てくれたらと思わへん？あー、まあそうかもしれないですね。やろ？じゃあありがとう。なんか今16歳年下やっていうのを知ってからこうやってやり取りしてんのも俺らなんて大人げなんやろと思って一気に原田君一気にグンと思って関係あらへん、はい、ありがとうなんでそんなありがとう言わないとダメなんですか。ありがとう、あ、皆さんのおかげで私はここにおれますって早い言え。いやいやいや、こいつ追記。うわ、お前が一番追記や。皆さんにね、ちゃんと。そうね、みずき、まあでもせっかく、まあ今日も来られてる方もいるし、まあみずきをメールでこうやっていつも応援してくれてる人もいるから、はい、まあやっぱりちょっとね、そういうリスナーのみんなにメッセージだけは番組最後にちょっと言っとこうよ。そうですね、うん、まあ、みずき22歳になったんですけど、うん、これからもっとライブもして、うん、どんどん歌唱力も上げていくので皆さんよろしくお願いします。うん、千石さんありがとうわ。千石さんありがとうございます。よし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 。原田さんもありがとうございます。よし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 わしわえおいおい一番感謝せなあかんだけ言うてくれへんぞ。誰一番感謝した人は誰。やっぱ一番感謝してるのは、うん、こう帰り道とかでいろいろこう水木こうした方がいいでとかいろいろ言ってくれる、やっぱ奥田さんに一番の感謝を伝えたいですね。そこはお前リスナーさんやろ。一番感謝するのあかんのはリスナーさんや。それは当たり前ですよ。ほんとこうやって来てくれてある皆様や。何そっちからカバーあげようとしてるんですか。なんかずっと今のは人を利用したな。うん、ずっと。さあ、それではそろそろエンディングのお時間ですけれども、今週もこのコーナー行きましょう。今週のミニマム。もう嫌やわ。さあ、今日もレディオマックスの中で一番ミニマムだった人、では発表してもらいましょう。下林さんです。まあそうでしょうね。なんでやちょっとなんか分からんことはないような気がする。なんでやおい、うん、裏切んのかい。でもセクハラにセクハラを重ねる発言もうばかりで、うん、なんかセクハラどころか違うハラスメントも後半どん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 パワハラとかも入ってますね。もう総称して下ハラやな。何やったらもう言葉の DVD ぐらいの感じでしたからね。はい、うーん、まあでもこれ桜井くんがそうだって言ってるから下ちゃん、はい、はい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 、分かったよ、はい、反省の弁を述べてください、最後述べてもらいましょうね。はい、はい、ではここまでのお相手、レディオマックス千石光一とポータル目指してます水木とファミリーレストラン原田と島内でした。さあ、それではまた来週、バイバイ。バイバイ。バイバイ。桜井誰が決めてんねんな。あ、誰が決めてんねん。あ、こっちは番組盛り上げよう思って一生懸命やってんちゃうんかい。それをなんや今日のミニマブって、おい、あ、なんやお前がミニマブちゃうんけ、そんなん決めてんのが。桜井、録音しとけよ。録音はやめとけよ、お前、録音は。持ってったら勝てます。録音はやめとけ、そんなもん、お前。いざという時のために録音しとけよ、今の。それはあかんやろ。どう喝やぞ、今の。これだけ言わせてくれ。リスナーさんがやるから、俺ら。